今朝は高岡倫理法人会にお邪魔しております。朝5時半今朝はですね、米田幸子先生のクラウドファンディングの講義とですね、本当ボランティア活動、猫ちゃんペットのね、町にこの悲惨な亡くなり方を知ったり、そんな野良猫ちゃんたち、これを救っていくという、まあ、そういうボランティア活動を長年やってこられました。その活動報告について今日は講演をしていただきます。頑張ってください。